こんにちは、まるさんです。雑誌を紹介している動画を上げていますが、今日紹介するのはですね、これはね、もうなんかね、こうガジェット好きにはもうたまらない本です。はい、デジモの超愛用品リモートワークスタイル、 A 出版だよ。これもね、フリックデジタルの特別編集、ムックですね。定期的に発行している雑誌ではなくて、時々こういう雑誌のような体裁をした本、ムックというのが出されていますが、これね、やっぱりちょっと気になりますよね。今ほら、テレワークとかリモートワーク、とても大きなキーワードとして世の中に出てきています。じゃあパソコンと Wi-Fi と電源があればどこでもいいのかっていうと、いやいや、いろんなものをまだ揃えてほしいな、あると便利だなってものがたくさんあるんですよね。で、ここに書かれているのが、この新しい時代の自宅仕事環境を快適にということで、基本的にはね、これ自宅中心かな、自宅で、仕事をしている人、まあ、自宅兼オフィスみたいな人もいるんですけど、自宅で仕事をするときに、私はこんな道具を揃えてますよという、まあ、カタログ雑誌的なところが大きいかな。だからね、こうもちろんね、全部買い揃えてると結構な金額になっちゃうんですけど、あ、こんな機械があるのかっていうのを見ていくのもいいかなと思います。とノートパソコン内蔵のカメラ、マイク、スピーカーから卒業しようっていうのもありますね。 USB で接続するウェブカメラ、それからヘッドホン、まあ、マイクのついてる、まあ、ヘッドセットね、そういったもの、あ、これゲーマーがよく使われてたよね。それとか、あとスピーカーなんかもそうだし、うん、本格的になると本当に Zoom の会議一つとっても、例えばオーディオミキサー、マイクをね、ちゃんと入れて、オーディオミキサーを入れて、それから映像と、自分の画面と、それから例えばプレゼンの画面とかね、それを切り替えながらやるとか、まあ、そんなのも本格的になるとだんだんやってきますよね。これね、とても面白いのが予算別になってるかな。例えば、まあ、特にお金をかけず、今あるパソコンと Wi-Fi、ね、まあ、インターネット環境だけでやる場合、まあ、これですよとか、1-2万円かけられるんだったらこんなのがありますよとか、予算に応じてですね、2-3万円かけられるんだったらマイクちゃんとしましょうよとか、あとは、ビデオカメラをね、ウェブカメラにする、いわゆる、ビデオキャプチャーっていうのがあるんですけど、カメラ1台であればビデオキャプチャーで直接パソコンに入れてっていうのもあり、それから、あとそうですね、この間も買っちゃいましたけど、ビデオミキサースイッチャーです、ビデオスイッチャーがあるとこんなのができますよとか、あと今僕もこの設定を使ってるんですが、照明ね、リングライトを使うとかね、照明当てるとか、そんなのも、一つです。照明って実は結構 大事で、特に家庭だとライトが天井にあるので、どうしてもこう顔の下が暗くなっちゃうんですよね。なので正面からこう光を当てるっていうのも一つ、結構早めにやった方がいい方法かもしれないです。これ面白いのは、何がいいビデオ通話サービス徹底比較っていうのがあります。どんなビデオ通話サービスをが、まあ、それぞれの特徴を、ね、こう表しています。Zoom もちろん出てます。これは WebEx っていうの、あ、Cisco が出してる WebEx っていうのがありますね。あと Facebook Room、Google Meet、Microsoft Teams、Discord っていうのがあるんだ、Fairby、知らないのもあるね。 LINE はもちろん使ってますよね、というのがあります。それから家庭用ではあるんですが、家庭とかちっちゃいオフィス向けの、Wi-Fi のルーター、家庭だとね、 Wi-Fi ルーターってだいたい1個回線のところに、ついてますけど、置いてますけど、家の中どこでも快適に Wi-Fi できるようにということで、複数のルーターを置くっていうのが最近ちょっとずつ出てきてます。でしかもそれがメッシュ Wi-Fi っていうんですよね。複数のルーターを設置しながら、でも1つのアンテナの名前 SSID で全部つながるって感じ。実は今この動画を撮っている八ヶ岳コモンズもメッシュ Wi-Fi で一つの SSID で1階の端から端、それが2階の端から端まで同じ SSID でつながります。結構高速です。そういったね、 Wi-Fi 環境を整えるっていうのもかなり重要なんですよね。ここに、そこ、まあ、どこにお金をかけるかって、実は Wi-Fi ルーターにお金をかけるっていうのも一つ大きなポイントかなと思います。八ヶ岳コモンズが導入しているメッシュ Wi-Fi のルーターが出てますね。
ベルキンです。これがすごいのよ。本当にすごいの、うん。あとはバファロー、エレコム。それから外部ディスプレイで一気に作業効率が上がる。これ効率上がります。外付けのディスプレイ。ノートパソコンなんか特にね、外付けのモニターを使うと一気に作業効率上がるし、それから90度回転させられるモニターがあると、この縦でね、絵を、長いページを見たりとかすることもできます。まあ 4K ディスプレイは欲しいですけどね。あとね、モバイルディスプレイなんていうのもあるので、これはノートパソコンやタブレットと一緒に持ち歩くっていうのもあります。まあ、最近はね、Apple MacBook か MacBook と iPad が、を外付けモニターにできるっていう機能もありますけどね。それからこれ重要。椅子。椅子をね、やっぱりあっちこっちお金かかるな。椅子にお金をかけるというのも、この労働環境の改善にとっても重要です。いつか、ここのコワーキングスペースのこの椅子も、こういうなんかメッシュのついた椅子にしたいな。ゲーミングチェアとは言わないですけどね、オフィスに必要な人間工学的によく考えられたワークチェアっていうのがあると、やっぱりこれも作業効率というか疲れないんですよね、とにかくね。そんなの出てます。iPad の活用術だというのがあります。やっぱりね、こう雑誌に載るオフィスという自宅の作業部屋でね、やっぱりみんなおしゃれですよ。おしゃれだよな、これな。おしゃれすぎ。男性の部屋が多いかなと思ったら、結構女性のこうワークスタイルなんかも出てます。たくさん出てますね。ああ、なるほど。今日はグリーンバッグ使ってないですけど、グリーンバッグを部屋のタペストリーみたいに使って、で使わないときは畳んで巻き上げておくなんていうのも、なるほどね、これ言ってもありますね、うん。あとスキャナーね、スキャンスナップというのがあります。僕もね、実際これね、小型のスキャンスナップ持ってます。で、これのね、大きいのがあったのよ。あったの、うん。Mac 用に買ったのがあるんだけど、いつの間にかそれがね、Mac の OS のアップデートで使えなくなっちゃったりとかしてね、ちょっと残念な思いをしてね、その2代目をなかなか変えずにいます。いわゆるドキュメントスキャナーってですね、めちゃくちゃ本当早いの、ドキュメントスキャナーって。あれね、本当1台あると、身の回りの紙書類が本当に片付く。これはね、モバイルで、とにかく電源なくても USB バスパワーで電源がなくてもパソコンさえつなげればすぐ使えるので便利なんですけど、まあ、スピードはねそんなに速くない、うん。でそのドキュメントスキャナーをいつか買いたいなと。で最近は Wi-Fi でねドキュメントスキャナーがつながってるので、どこに置いといても、あるいはパソコンだけじゃなくてね、タブレットとかスマホからでもスキャンができるっていうのが、これ便利そうですよね。これはいつか欲しいな。今パソコン、特に Mac も買い替えたんですけど、全部USB Type-C になっちゃったので、今まで使ってたやつを使うには、そういうアダプターというか、ハブも機能もあるんだけど、マルチポートアダプターっていうのが必要になったりとかします。1個あるとすげえ便利です。本当すごいのね、有線 LAN もつながるしね、VGA モニター、あと HDMI モニター全部つながるっていうのもすごいよね。あとスピーカーね、プロジェクターね、このプロジェクターなかなかこの丸い。あとね、これ見ててすごくね、あれ抜けてるなっていうのが一個実は気がついたのがあるんですよ。逆に言うと、これを書いている人はそこに気がつかなかったのかなっていう、そうそう。このね、デジモノなんで、もういろんなガジェットですよ。周辺機器、本体から、ルーターから周辺機器からいろいろ紹介されているんですが、あれがないっていうのは一個気がついちゃいました。何かっていうとね、ペンタブレットなんですよ。これね、ある人からも言われて、特にズームとかね、ホワイトボード機能がある、その会話システムなどは、やっぱりね、マウスではダメなんですよ。字が書けないの、上手に。でそこはね、どうしてもタブレットが必要になって、特にペンタブレットが必要になってきて、iPad とかね、それだったら Apple Pencil とかで使えるんだけども、そうじゃない場合に、特にパソコンで Zoom をやってホワイトボード機能を使おうと思った時に、やっぱりペンで書けるタブレットがあるないでは違うんだって。特にみんなで書き込むようなホワイトボードだと、
まあ、ただでさえマウスでね上手に字が書ける人なんてそうそういないので、みんなぐにゃぐにゃぐにゃみたいなになってしまって、あります。とてもそこを困っているということを聞きました。でね、これがね、トラックパッドじゃないんだ、やっぱりペンタブレットなんですよね。そのズームとかも本当にビデオ会議システムのホワイトボード機能に使えるタブレットの紹介がこの本にはなかった。多分ね、この本使ってる人は Apple iPad とか使っちゃってるから、あまり気にしなかったのかもしれない。あるいはそのマウスでホワイトボードに上手に文字が書ける人なのかもしれない。というわけで、まあなるほど、こういう機材があるのかっていうのカタログ雑誌ではあるんですが、とても参考になります。フリックデジタル特別編集デジボの超愛用品リモートワークスタイル、いつかこの機械、このスキャナー僕の場合はスキャナーだ、ドキュメントスキャナーいつか買うぞっていう思いでこんなのチラチラ見ております。おすすめです。パッチンどうした、あ電池ないの、ズズ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 ズ。